こんにちは、サンシャインチャンネルです。今日はレモンを使って免疫力を高めるドリンクを作りたいと思います。用意する材料はレモン1個、クローブ5個、蜂蜜はお好みで、水 750ml です。まずレモンを重曹で洗ってきます。レモンを半分に切ります。レモンを絞っていきます。レモン果汁はまた後で使うので取っておきます。果汁を搾ったレモンを皮ごと細かく刻んでいきます。細かく刻んだレモンを鍋に入れていきます。ここにクローブを5個入れます。お水を 750ml 注ぎます。蓋をして沸騰するまで加熱します。沸騰してきましたので弱火にします。でここからさらに5分ほど煮ていきます。5分経ちましたので火を止めます。このまま蓋をして15分ほど待ちます。15分経ちました。消毒した瓶を用意してこし器でこしながら中に注いでいきます。粗熱が取れるまでしばらく置いておきます。粗熱が取れましたので最初に絞っておいたレモン汁を加えます。こちらで出来上がりです。飲むときはコップ1杯についで飲むときはお好みで蜂蜜を加えてください。毎日寝る前に
コップ1杯飲んでいきます。それではいただいてみます。うん、香りがすごいです。なんか独特な香りがします。味は結構クローブ自体が少し苦みがあって、レモンもしっかり煮出しているので少し苦めですが、蜂蜜を足しているのでちょっと飲みやすくなってます。クローブには強力な殺菌能力、消毒作用、解熱作用があり、さらには鎮痛作用や交感作用、さらにはその刺激的な香りで虫除けにも効果的だそうです。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンとチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。